覚める。お嬢様聖水。発酵、植物発酵エナジードリンク。飲んだことある？いや、ないな。なんか気になるな。すんげー気になる。いや、まだ飲んだことないんだよね、ちょっとね。飲んだことない。うん。ちょっとなんか飲みたくなってきたな。まあ、ちなみに、聖水の相場はね、まあ、オプションになるんだけども、まあ、2000円から3000円と、まあ、そんな感じだね。はい、じゃあ、聖水ついでいこうかな。はい、やっと。うわぁ！あー！聖水が溢れたー。あ、泡立っちゃったよ。はい、じゃあ聖水入りまーす。あれは黄色いっすね。うん、お嬢さんちょっと黄色いっすね。うん、と味はどうなんか。なんか思ったより黄色い。これほんとエナジーだね。うん、ほんとお嬢様のエナジーが詰まったドリンクってね、まあ、そんな感じがするな。まず香りの方は、うん、なんだろう、ふんわりしたお嬢様の香りがしますね。じゃあ味はどうかな。うん、うん、意外といける。結構これうまいっすよ、やっぱね。うん、これ美味しい、これはうまい。意外とね、男性に売れてるらしくて。ああ、まあ、まあなんだろうね、女向けなのか男向けなのかよくわかんないけど、うん、やっぱりこれね、考えた人すごいよね。うん、すごい。この商品名と、うん、あとこの色、味、すべてにおいて、まあ、バランスも取れてるし、味もいいね。まあ、ぜひこれ皆さんにも飲んでいただきたい。そう思える商品だと思います。うん。てか思ったけど、うん、なんでこう、黄色いかなって思ったんだよね。あー。なんかもっと他にね、色があるだろうってね。確かに思う。もっとこうね、女子力的な、もっとなんか清楚な色にもしておけばよかったんじゃないかなってね。うん。まあこれはこれでいいか。まあいいね、これはこれで。ねえ、まあうまいしね。うまいし、面白いし。うん。まあこれはこれでいい。まあ大体相場が、まあ大体清水っていうのはまあ相場が2、3000なんで、まあこれ、1個200円で、まあ味わえるって言ったらまあ安い方じゃないかなと。うん。そう思う、確かに。うん。ね、コスパは非常に高くて、味も美味しい。うん。これは飲むしかない。まあ以上、お嬢様聖水レビューでした。